ドカンときました。あ、やっぱいる。やっぱいたか。すまんな、すまんな。これでようやく約束が果たせたな。さて、俺たちはこれから。そういや、すっかり予定が狂っちまったんだよな。しばらくはおとなしくしてるとするよ。それからな、俺からも贈り物がある。若えのに言いつけて沼の桟橋におもちゃを置いといた。お前見たところ泳ぎは苦手みてえだからな。副長、おっさんの下船準備ができました。おう、了解した。お前があの山に何の用があるのか聞かねえが、山の連中はそりゃ一筋縄じゃいかねえぜ。じゃあな、おやじ、気ぃつけて行ってこい。行ってきます。ありがとうございます。というわけで帰ってきました。じゃあまず用心棒行こうか。用心棒と契約したら、まあ、マッピングしながら村に向かっていきましょう。いいことを教えてやろう。この世界のどこかに強者を求め続ける化け物がいる。その化け物はとんでもない強さらしく、普通のやつじゃ相手にならんそうだ。もしその化け物を見つけても絶対に戦おうとするなよ。まあ脳みそがちょっとでもあるやつなら戦おうなんて思わんだろうかな。まあ相当やばいのがいるってことだよね。どうしようかな。まあいかついのがいいな。やっぱここまで来ましたからね。アリゾーナ。ドカンと行きますよ、ここは。嘘。嘘でしょ。ああ、これでギリギリなんだ。怖い。え、もう仕事してもらうよ。7000ルピーも払ったから。めっちゃ頑張ってもらうよ。いい？強すぎる。もう伝説のプレイヤーになっちゃったよ。4000本ぐらいヒット打ってそう。ちょっと戦ってみようか。すげえノリノリなんだけど。すげえノリいいじゃんこいつ。アリゾーナくん。で、やっぱマッピングできるっぽいですね、ここ。1、あごひげ石像。2、がんばり石像。3、オッケー。気合石像。これもしかして石像全部ある？え、じゃあこっちにもあったよね、そういえば。こっち行こう。さあ、挨拶席ぞ。ありがとうございます。よーし。おたけび席ぞ。ありがとうございます。なんとか制覇したいなぁ。まだ 19% かぁ。なんかもう大半やっぱ石像系かな、これ。そんな気がするよ。じゃあ、あの岩のところ行きますか。え、待って、今のってどうやってやるんだろう。ここのなんか間あたりにあったよね。ここから行ける？あ、よかった、行けた行けた。うふん、石像、ありがとうございます。いや、これ見落としがちな気がするな。よかったよかった。石像を照れ隠し石像、ありがとうございます。まあ、これは大丈夫として、おたけび石像はねやってますからね。で、この先が行けるようになってる。いいか君、私のメッセージはここから出たいだ。ここに吹っ飛ばされたって感じかな。よいしょよいしょよいしょ、オッケー。いいか君、山のメッセージは、首を突っ込まなきゃ聞こえない。
この山は恐れている。ルフィの力が悪用されることを。そして山は私にルフィをくれたんですか？しかし私にルフィは必要ない。これは君に送りたい。あ、ありがとうございます。5000ゲットしちゃった。嬉しい。でもなんかね、もう完全に悪用してるといえば、ルピジーだよね。待っててくれてる？うわ、やべえのいる。あれ絶対やばいやつだな。ちょっとこっちも気になるんで行ってみよう。うわ、例の敵か。この。待て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 。お水持ってるよ。お、いけたいけた。多分これで戦える。おお、霜降り。 新しい。ありがとうございます。で、ここも2箇所敬礼石像。困った石像、ありがとうございます。サンゴ手に入ったね。ああ動いてくれたんだね。移動してくれたんだ。ありがたや。さあ、ここにありました。ほがらか石像、ありがとうございます。でね、こっちにね、桃が見えたんですよね。いけない？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 桃を取るために。代償がでかすぎるんだが 代償がでかすぎるんだが まあいいや、まあいいや。オッケーオッケー。桃ゲットしました。命がけで。通過してきたよ。あれ、通れた？あそこ？まあいいや、まあいいや。誰？あ、おや、あなたは？あなたは山民のものではありませんね。山民？ここに住んでる人かな？赤い花、緑の服。なんとまあ、キテレツな身なりです。キテレツ。その澄んだ瞳はまるで光り輝くルピーのようですね。気づいていますか？この世界の異変に。何かよからぬ力がどこかで大きくなっていくのを感じます。ジンクピリチオン。見えます、見えます。やばいやつ。はい。これ突然名前の要素を吹っかけてくるの怖いんだけど。あなたはきっと何かを成し遂げるべき運命にあります。そうですね。うん。強いられてます。そして私が研究を重ねて編み出した究極の飛躍。これを伝えるのもまた私に定められた運命。お、メガチンケル。ありがとうございます。嬉しい。お金取らないんだね。優しいね。いや、嬉しい。ちょっとだけ見せてくれた？顔出し。まさかの顔出し。これは？それは世界の異変を誰かに気づいてもらうため、私がしたため空き瓶に入れて流しているメッセージです。このままでは世界がダメになってしまいます。それを思うと心配で夜も眠れません。しかしこのことを分かってくれる人が周りにはいません。異変に気づいている勘のいい人はどこかにいないでしょうか。私のすごい神通力で編み出した究極の飛躍は、どんなに傷ついた人でもたちまち元気にしてあげられることでしょう。はい。空き瓶はもう必要ありま、あ、いただきます。もう使う、なんか用途、使用用途は違うけどね。でも使い道絶対に違うけどね。大丈夫かな？ということで、ここもマッピングができる。ありがとうございます。もじもじ石像、ありがとうございます。なんか微妙になんかね、ポーズっていうか、そういう風になってるね。よく見ると細かい。さあ、ではいよいよ先に進んでいきましょうか。マッピングね、多分できてると思います。思いたい。いかが？え？
100ぐらいでどう？山民村ようこそ。わあ、落とした。 ごっちんごめんなさい。あ、ちゃんと拾える。よかった。歌う歌ういかが？え？ 足りない？マジですか？300ぐらいで。お、我ら山民見上げるですま。高いてっぺん暮らし楽しい。王様お告げ LP 集め。高い税金暮らし苦しい。現実味が溢れてるなぁ。うさぎ遊ぶいかが？基本的に、金取ってくスタンスなんだね。どうぞ、ありがとうございます。だいぶ適当にあげてるけど。あ、でも割と、これありがたいかも。うさぎさんって結構逃げ足が速くて、まとめて倒すって難しいんですよね、うさぎさん。だからね、人参とかね、稼ぐときちょうどいいんじゃないかなーなんて今思いました。ここ宿屋250ルピー休んでいく？休んでいきます。まあ、いろいろちょっと試してみよう。え？山、ふもと溺れる？エビピリピリ。 え？はい、休み終わり。早い。チェックアウト。いや、めっちゃ気になるんだけど。わし寝てる、いびき聞く？ごめん、それは、わからんわ。さすがの俺でも、意味がわからんわ、それは。とりあえず200ぐらいあげといたけど。いかが？炎熱い熱い山民守る。え、どういうこと？ どうなんだろう。俺が払うお金が少ないのかな？ありがとね。なんか持ってた気がする。こっから先王様いる。偉い偉い。使いのものしか通れない。ない。わかりました。じゃあ何か、きっかけを作らないといけない。みずみずお野菜いかが？トマトだ。がっつりお肉。え、バラ肉とかだったら割と嬉しいけど。ひき肉だー。 ひき肉だー。山おへそ触る御利益いかが？なんかこれはちょっと高そうなイメージ。500ぐらい払っとこう。オッケーオッケー。さあ上。お、これ良かったですね。来て。ありがとうございます。山民玉。そういえばやってなかった？用意書石像、ありがとうございます。オッケー、ご機嫌石像、ありがとうございます。あ、これで半分なんだ。すげえ数だな、今回。入ろう。お願いします。クロマニオン、クロマニオン。う、あなた鼻赤、炎同じ色。占い見る、ここまで。元原でもといる。 あ、高くなってる。あなた服緑、草同じ色。占い見る、ここまで。元原。 これダメだ、ダメだ。 多分ダメなやつだ、わかんないけど。払い続けることによって何かあるかもしれないけど。一旦保留にしよう。料理山民名物、味おふくろ秘伝。おお。
これちょっと1000ぐらいでいけない？マジか。味おか、もろこしピーチ、うまうま。でもなんか美味しそうなイメージを勝手に持ってるけど、想像してるけど。山登るの結構難しい。俺優しい、だからお前に登り方教える。手すりに捕まったら体を引っ張って上に飛ぶ。飛んでる間は十字ボタンでちょっと動ける。お前行ける？山登るんだね。あ、ここに宝箱ある。まあ、とりあえずちょっとこっち調べてからですかね。行くのは。足上げすぎそう 確かに何か上げてるなって思ったけど。え、なんだあれ？なんかトウモロコシチックなやつがあるけど。あれ取りたいね。まあ、500でいけないかな。お、やったやった。なんか損してる感もね、若干否めないんですが、まあね、それだけね、稼げば OK なんで。取りましょう。超もろこし。ありがとうございます。だよね、なんかうっすら足見えたもん。蹴り上げすぎそう。ありがとうございます。ナイス判断。で、スイッチもあるんですよね、あそこに。気になる。どうだろう、とりあえず行ってみようか、ここ。あ！え、普通に楽しい 一発できちゃった？どうなんだろう、これ難易度的には。割と得意分野かもしれない、今の。おっとっと、石像、ありがとうございます。え、また新しい。ニードリアン。ドリアンだ。で、多分こっちから降りると宝箱があるって感じだよね。で、こっち降りるとスイッチが踏める。間違えた。マッピング、マッピング。さあ、ヨーヨー遺跡像、ありがとうございます。え、どうしよっかな。これ多分片方しか行けませんよね。スイッチ気になるけどな。まあ、とりあえず宝箱から取ろう。もう一回行けばいいんだよ。さあ、ルッピーグッズ、シルクのロープ、ありがとうございます。もう一回行きます。完璧 完璧ですね、我ながら。よし。なるほどね、階段できるんだ。で、あとは、これ気になりました。え？え、怖い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 。おい、お前。俺を倒してくれるのか？これ多分やばそうな気がするんで、ちょっと保留しよう。ん？すごい匂い、ドリアン、ドリアン。すごい匂いって言いますもんね、ドリアンって。通れ通れ。王様、ドリアン待ってる待ってる。あ、通してくれた。やった。取っちゃえ。で、ここも両サイドありますね。石像さんが。おいで、石像。渋谷系かな？渋谷系かな？オッケー、ありがとうございます。手招き石像。
じゃあまた探索していきましょうか。こっちかな？なんかシリウス的な感じかな。調べる伝説、王様解くのロイ。調べる伝説、わかる？もう少し。伝説本、ヤマタミ言葉、古い難しい。調べる寝ない、王様戻る、ヤマタミ願い。なんか王様が、何か異変がみたいな感じだろうね。王様聞いたお告げ言いなり。ルピー集めるヤマタミ、税金高すぎ。こっちは、おお、まさかの斜め視点。来た、ニードリアン、ありがとう、王様元気になる。トト様、好き好きドリアン、食べる元気出る。いらん、直球。な、これ何かあるな。大丈夫ですか？トト様、ドリアン、いらない、いらない。トト様、変わった。マンバ、悲しい。マンバって言うんだ。多分、そういうことだよね。え？ルビグレー。でん。これで我慢しとくれ。足りない、マジか。ちょっと後にしよう。さあ、こっちは？な、ここか。トド様悲しい。マンバカナピー。カナピー。娘、私、わからない。ある日、トド様、お告げ聞いた。トド様欲しい。ルピー、ルピー。税金高い。暮らしつらい。ルピー、くれー。ほら、また、トド様、ルピー欲しい。びっくりして、俺、マンバちゃんが言ったのかと思ったよ、今。マンバカナピー。もう村にルピーないない。それでみんな、なんか、ルピーを、求めてたっていうか、そんな感じかな。これが原因かな。ああ、ここは多分王様のお部屋というかお家というか、でしょうね。こっから先山てっぺん、通す王様だけ。お前通すダメ、帰る帰る。ダメか。ってことはもう解決させるべきものが王様のあのルピーの下りぐらいしか思いつかないけど。いや、あれある程度上げたら大丈夫なのかな。ちょっともう一回行ってみよう。あ、大丈夫そうだ。すごいスピードで 行ったけど。ちょっと、座ろ。座れた？ 本当に座れちゃったよ。いや、もう一生の思い出だね、35歳。おめでとう。で、これで多分イベントがこっちで起こるかなって予想してるんだけど、どうでしょうか。あ、通れますね。で、ここダブルでマッピング。マンボ石像。ルンバ石像、ありがとうございます。で、84か、だいぶ来たね。こっから先、誰も通すダメ。これ王様の命令。俺たち知ってる。お前王様の邪魔する。山入ろうとしてる。だから俺たち、お前倒す。マジか？バトル？でも、炎のとこ危ないから、直球だな。 誘えないかな、こっちに。オッケーオッケー。とりあえず1体だけでも。もうちょいか。待て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 、はめられてるはめられてる。まとめてけー。オッケー。よかったよかった。痛い。でしょうね。ドンマイ。で、上のところにもまたダブルであったかな。
ありますね。お手上げ石像。鉱山石像。マジか。名前。92、もうちょいだ。あと1、2個ぐらいかな。こっちは何かあるかな？え、ちょっと持て余してると思ったら、いた。暗い、真っ暗だ。何も聞こえない。ここはどこだ？頭が割れるように痛い。僕はこのままここで死んでしまうんだろうか？やだ、あの子の最高級ジュースを全身で味わうまで死ねるもんか。あるんでしょうね。クイーンジュースのまた上のやつが。で、ここでま、呼べるんだね。海賊さんたちを。もう完全にお空だけど。まあ、飛べたもんな。じゃあ、あと上か。まあ、戻った時にでもって感じですかね。やれそうな時にっていうか。ジュースは。